ありがとうございます。もうほぼ開演に近い内容、ここからこれ気分は償いだとないけど、あげる。あ、渡辺くんで、本日はね、本当に今日は本当ありがとうございます。還暦って言ってもね、本当去年のね11月15日だったんですけど、あの時に本当はこういうライブイベントをやりたかったんですが、さすがにあの時期ではそれができなくて、何もやらないで行ったらですね、あの当時、あの頃ですね、10月に近田春夫さんの古希のパーティーをやりましたところ、その場にいましたラッドウィンプスの野田洋次郎君が主催して、クラブのイベントはちょっと やらせてもらったんですけど、それは野田君の、オーガナイズでやってもらって、僕としてはやっぱライブのイベントをみんなでやりたいなと思ってたんで、それがじゃあ来年の3月ぐらいだったらできるかな、じゃあ3月に本の出版もやろうよって言って、東京マットスピンでの、JWEB の放送している番組の内容を、利用している対談を使った本を今日先行発売していますけれども出しまして、あの番組自体がね、そもそもその番組もそうですけど、僕はあ、高木さんです。高木さんですけど、ね、やりたかったことは、川勝正幸さんが亡くなったことですね。川勝さんは素晴らしい目利きでした。川勝さんがやられてたようなことをちょっと僕も受け継いで何かやれないだろうかということで、渡辺佑にまず相談に行き、でその際にビームスさんがやってるインザシティという雑誌を紹介されたんですよ。でそれで割といろんな人に会って話を聞くということもやってまして、それこそ中西俊夫にも話を聞いたりとかもして、でそれもあったんですけど、それをやっててしばらくして今度はラジオの DJ の誘いがあった。それ最初ジブラから、彼がレップっていう番組みたいな放送局を作るからって言って、俺声かけてもらって、それこそ自分で一人で喋って、俺やったことないですよ、実はずっと。伊藤聖子のサブでやったりとか、ヒロシとかやったりして、この一人で喋るっていうのやったことなかった。で、それジブラ君に誘ってもらってやってて、そしたらそのジブラ君でやってるやつを見てたナズクリスが、それ多分覚えてたのかな、JWAVE でマッドスピンって番組やるときに関西やってくんないですかっていうことで、JBDA を絡めてね、やることになって。でそれで僕は、まあ、じゃあいろんな友達とか先輩ね、僕実際この東京、僕は神奈川県逗子に生まれて東京っていうのはすごく憧れてたわけですよ。もう40年以上前から、でいろんな 人に憧れたり、いろんなカルチャーに憧れて出てきて、でまずでいろんな人と出会っていろんなこと始めて、でそのようなことでその流れの中で出会った人たちを呼んだり、まあ、後輩でもあるかもしれないけど、こう呼んで話聞いて、どんな感じでいろんなものに出会ってきたのっていうのを話聞いて番組やってくれて、それはもう好評を得てですね2年以上もやってますね。それでその中のいくつかの14人の方を今回本の中で収めさせてもらいました。でそれとプラスして、その本だ対談集だけじゃなく、そこにプラスじゃあ菅さん、いろんな人の子供の頃の話聞いてるから菅さんの話も聞きましょうよということで、本の企画を立ててくれた平井裕太マン君がね、今回イーストプレスさんに声をかけてくれて出すことになったんですけど、俺もね、こう普段割とこう90年代の頭ぐらいはまあまあカッコつけてこんな顔しながらやってたから、結構いいことばっかりしてたんですけど、割と最近こうなんかこうのんびりしちゃって、割と普通に喋ってそれが面白いって言われてるんですけど、だから結構本読むとですね、しくじり先生みたいな内容で90年代頭ぐらいまで喋ってるんだけど、俺実は本当才能ないしさ、楽器もロックにできないし、で楽器もロックにちゃんと練習してないから、近道で辿っていくうちにパンクやニューヨークにするとヒップホップもっと楽だみたいなさ、そういう感じで話してたから、読むと全然かっこよくなくて、あれこんなだっけ俺の人生の、まあ、そんなような本なんですけど、まあ、それもしくじり先生かもしれないですけど、人生近道選ぶ、急がば回れって俺はよく言ったもんだなと思うんですけれども、まあ、そんなやつが、結局ね、近道して選んでたら還暦60代ってようやく初めての本ですよ。ありがとうございます。今日はですから還暦っていうんですか、出版記念のイベントでもあるしでね、今日ここに持ってきたのは本当僕の番組にね、いたら川勝さんだったりこの ECD は出てもらいたかったし、体育の年も出てもらいたかったということで、今日は東京インザフレッシュの気持ちを込めてこの2枚の写真を持ってきました。そしてトシちゃんが、ありがとうございます。トシちゃんが ECD だったらね、きっと言ってますよ。これです。
べての武器を楽器に、ネリスペクト南京タクシー。僕はもうこの本当戦争と今戦争を引き起こされている最大の理由はね、やっぱり武器を作り続けて売ってる、これが絶対儲かるやつがいる、これが最大の間違いだと思います。ノーブをこれ心に秘めて東京インターフェース始めようと思います。東京インターフレッシュでワークスピンの方でも出ていただいた、先輩方を今日はね、先輩方をもう4人も僕呼んでしまってですね、勝手に古希4人集って言ってるんですけどちなみに還暦トリオはね、俺と伊藤聖子と戸川純なんですけど、還暦すぎで古希4がいるんですけど、古希っていうとあの怒られちゃうからもう面白いですけど、まずはね、僕やっぱり78年ですか、あれは最初にこのバンドを、渋谷のワルツっていうね、遠藤健二さんがやられた店で見ました。その方がバンマスやられてた。最初この方がバンマスやってる時、そんなにほらボーカリストが好きだったから、その前にいるっていう男と女のボーカル2人がね気になったんですけど、うん、この方はね、あのいろんなそのパンクニューウェーブのイベントもちゃんとね来て見に来られるんですよ。あのボーカルの方2人はね、割とねこうあんまり相手してくれないんだけど、この方はすごい昔から。若い子とかも、ね、話したっていろいろ話してくれて、で今もいろいろ、もう若いですよ、もう雪山行けばはじけるしね僕言ってないですけど、もう本当若い、尊敬している、アーティスト芸術家の方でございます。紹介しましょう、一人目のゲスト、立花はじめ。どうです、ありがとうございます。還暦出版記念ということで、はいはい、これから、フォークソングというかあれですけど、まあ踊り狂っていただければという感じです、うん、ぜひ、うん、お願いします。
るしめじしぐんだあたまんうまくいえないけどさひえこれ前に決めたやひえくれると嘘つけるかなことどんなことこれからのこと感じるままゴーゴーゴー戻らなゴーゴーゴー過ぎたこと過ぎゆくことどんなことこれからのこと感じるままゴーゴーゴー戻らなゴーゴーゴー過ぎたこと過ぎゆくことどんなことこれからのこと感じるまま Go 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 戻らんな Go 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 アートマンではあんな軽いのにね、スリーパーという曲。ありがとうございました。始まる、大きな拍手を。